1999年のイズミット地震は、1999年8月17日3時2分に、トルコ北西部で発生したマグニチュード7.6の地震である。37秒もの間揺れ続け、1万7千人余りが死亡し、およそ60万人が家を失うなど、震源の小材利県イズミット市を中心に、甚大な損害をもたらした。 1999年10月19日、トルコ政府は被害者数を死者17,127名、負傷者43,959名と発表した。しかし多くの情報筋は実際の死者数は行方不明者を合わせて4万5,000名、負傷者も4万5,000名と推定している。地震後、60万人が家を失った。 揺れは、人口密度が高く工業地帯を要するギョル塾町を、遅い製油所や海軍本部、兵器省が炎上して、人的、物的な被害に拍車をかけた。700キロトン以上の石油を蓄える、テゥープラシュ社の製油所の塔が倒壊、炎上したのである。沈下には数日を要した。地震の信号から70キロメートル離れた、イスタンブールでも、かなりの被害があった。 トルコ軍の兵士には、親類の救出に45日間の休暇が与えられた。遺体は、薬病の発生を抑えるために速やかに、集団墓地に埋葬された。この地震は、デュズジ件県の県と、デュズジュからイズミット湾に沿って、丸ママラ海へと伸びる、全長1 5 0トルの断層を有する。断層のズレは、5 7メートルに及んだ。地震は、 北アナトリア断層西側に沿って発生した。トルコの国土を主体とするアナトリアプレートは北のユーラシアプレートと南のアフリカプレート、アラビアプレートによって年にから2.5センチメートル西に押し出されている。トルコの大地震はナフスまたは東部アナトリアの断層に沿った滑りから生じる。津波も発生した。マルマラ海で三メートルの津波が観測された。 イスタンブールにおいて、甚大な損害が生じたのは、主にアベクラー地区であった。アベクラー地区は、〇〇海に渡っている、断層線上であり、主に、海土からなる地面の上に築き上げられた都市であった。ため、地震に弱い都市であった。創作チームやテント、ヘリコプター、医薬品といった、国際援助が各国より届けられた。生存者の救出、屈作に始まり、 負傷者や家を失った人々の援助も行われた。救助隊は災害の24から48時間以内に送られ、生存者への援助は NGO と赤新月社を通して投入された。各地域に派遣された救助隊の国籍は次の通りである。救助隊を送り出した国は12カ国に上った。日本からは消防庁の国際消防救助隊と 海上保安庁の隊員により編成された国際緊急援助隊救助チームが生存者1名を救出した。国際赤十字と赤新月社は犠牲者を助けるために450万ポンドが必要である旨を発表し、イギリスもトルコの赤新月社を助けるために5万ポンドの緊急補助金を発表した。毛布や医薬品、食物がスタンステッド空港から空輸された。 また、テムズ・ウォーターのエンジニアが、給水の復旧を援助した。インドも、再建プロセスに助けるために3万2000のテントと200万、ルピーを提供した。アメリカのウィルク・リントン大統領とパキスタンのナワーズ、シャリーフ首相は、破壊の状況調査と生存者との会合のために後に、イスタンブールとイズミットを訪問した。ありがとうございます。